さあ始まりました、リーダーの身だしなみのお時間です。この番組は身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りしております。この番組ではさまざまな業界からゲストをお呼びして知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺います。さらにはゲストの方に身だしなみについての捉え方や身なりを整えることで得られた情報や体験なども聞いていきます。これを聞けばあなたの明日からの身だしなみが変わるかもしれない、そんな番組にしていきます。いつもゲストをお呼びしておりますので、CM の後、ゲストに来ていただきます。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャージ。はい、始まりました、リーダーの身だしなみのお時間です。今日のゲストは、中学校からの友人をお呼びいたしました、岡本優希くんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当に光栄です。出ていただきたいなと思ってて。あ、ありがとうございます。で、まあ、簡単に自己紹介をお願いします。今小学校の方で、教員をやってる岡本優希と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、年齢は自分と同じく28で、28だね。あさって誕生日迎える。そう、今日あの4月1日なので新元号ね。新元号ね、ちょうど令和で発表があってね、あさって誕生日、まあ、それだから僕にはないんだけど、でもなんかね、4月だからこう気分悪くなりますよね。いいですね、うん、なるね。あのまあ、岡本さんは、岡本さん、ゆうきって呼ばせてもらったじゃん、うん、あの普通に行こうゆうきの、今日ラジオで届けたいことはやっぱりこう、ゆうきのいいところって言ったら、まあ、一つのことを、まあ、熱心に続けて、なかなか結果が出ずに長くソロスターターで行くんですけど、ちゃんと最後には花を咲かせるところまでやりきるという、あの、まあ、人にはいろいろ才能とかあると思うんですけど、まあ、彼のすごいところは続ける才能があるというか、諦めない、続け続ける、ところ、まあ、そんなことを今日話していただければなと思ってます。いやー、ありがたいですね。そんな褒めていただけるような人間じゃないと思うんだけど、そこまで言ってくれるのはね、本当嬉しいよね。まあまあ、あの本当そうだなって思うところがあって、今のお仕事は伺ってもいいですか。今、そう、仕事は小学校の教員ですね。小学校の教員、そうだね。うもうで、やり始めつか大学院まで、そう、大学院に、まあ、何年か3年行って、で、おがちゃんでいいのか、でおがちゃんが、一応パーソナリティは小川でおがちゃんって、そう、普段おがちゃんって呼んでるんで、あの、まあ、親しみを込めておがちゃんって呼びますけど、はい、あのおがちゃんが23で社会出てるよね、で、俺は大学4年間終わって、でその後、おばちゃん就職したけれど、俺は就職しないで、じゃあ大学院で、もう一回教職の、まあ、小学校のね、免許も取るって目的もあったけれど、あの教員の方の勉強を本格的にやりたいなと思って、で大学院3年行って、で、3年行って、そう、で、26の年に就職してるので、6、7、8、9、4年目ですね、今年ね。4年目ですよ。まあ、いろいろ話は僕聞いてるんですけど、うちの学校から教員になる人ってそんな多くないし、で、もともと教員をやろうと思ってたんですか？ねえな、結構それ俺の中で意識なくて、そう、
なんだろう、こいっちゃなんだけど、大学行くそのための、うん、そのやっぱ親との約束っていうのが、うん、まあ、何かその4年間を終えた時に、うん、その証になるものを、うん、取りなさいっていうことで、まあ、それが俺にとってはまあ教員免許であったっていうところで、へー、そう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 、証であれば特に親はじゃあこれやりなさいとかそういうことなかったんですか？いや、もともとまあうっすらとした中高の記憶の中でやっぱ、うん、まあ、おばちゃんもね、恩師の、まあ、先生が、はい、うん、社会科のね、先生がいるので、まあ、その中で、結構社会好きだなとか、社会の時期、勉強好きだし、うん、あと、まあ、教育、そのね、教えるっていうこと、うん、もう面白いなと思ってたんだけど、うん、実際にこのね、大学4年間やってみて、やっぱ大変なわけですよ、こいちゃんのなんか振り返ってみると、うん、ね、やっぱ人それぞれ大学行く目的あるし、うん、まあ、中にはね、まあ、言葉悪いかもしれないけど、大学4年間はモラトリアム期間、モラトリアム、ちょっと詳しく、モラトリアム、ほら、結局なんかこの大学の世界、実感の時って、うん、社会人でもないけど、もう子供でもない、うんうん、こうなんかこのいい期間じゃないですか、4年間、うん、まあ、だって4年間ぐらいね、その中でこの自分をこう思いっきり、なんだろうな、社会に向けていくための力を、活力を貯めるための期間でもあるかなって、うん、これは思うんだよね。そういう風に大学4年間を捉えてる人って今学生に聞いてみたいですけど、いるのかなって。いるかな、少ない。俺なんかとりあえず大学行かなきゃいけないんだろうなって思って、うん、大学行くためにどの大学行くかを迷うときに、うん、俺って何に進んだらいいんだろうってなんとなく考えたぐらいで、うん、でもそれがなかったらね、考えもしないし、大学何のために行ってるんだろうって思ってたし、うん、なんか結構なんとなく行っちゃってたなーって。そんななんか勇気は結構大人と子供との狭間の期間だってちゃんと見て、うん、捉えてるのはなかなか見ますけど、これ面白いです、ね、いや、なんかあってか分かんないよ、あくまでこういうの俺の見解だから、うん、あってか分かんないけど、そう、うん、だけどなんかそういった期間でもあるのかなって、うん、で俺はやっぱおばちゃんも知ってる通り、おかんと仲いいので、ああ、うん、ね、そう、すごい関係がいい、ね、すごいいいので、今でもよくねおかんと話すんだけど、うん、おかんもその大学じゃあ行きなさいと、うん、俺の背中を押してくれた時に、大学の期間っていうのはそれこそもう社会に出ていくための、うん、もう最後のなんだろう、このまあ言葉間違ってるか、もう振り考え方が振りかもしれないけど、遊べる期間でもあるから、そう、まあ、もちろん勉強するのはもちろん当然だと、うん、だって大学行くんだから、うん、だけどその中で友達と交友を深めたり、うん、それこそ旅行に行ったりだとか、うん、その4年間でしかできないことをやりなさいっていうことは結構高校卒業した後、うん、口酸っぱく言われた、口酸っぱくってあるかもしれないけど、結構断ることに言われたので、大学での過ごし方というか、大学でやるべきことを親もちゃんとじゃあ、言ってくれてたんですね。そうだね、まあうちの親はどちらも大学出てないけれど、あ、そうですか。そうそうそう、出てないんだけど、でもそういうふうにその息子の背中を快くその押してくれたっていうのは、やっぱね、20後半にもなると感謝しかないよね。ね、聞いてる人の中で、まあ、自分も若かった頃、年齢だと分かんないけど、聞いてる人が、こう今自分の親に改めて感謝できる人もいれば、やっぱりそう思えない人ってもいるじゃないですか。いると思う。その中で、まあ、僕も勇気と同じ感覚とかマインドを持ってるなと思うんで、うん、まあ、親には本当感謝してるし、今の環境を与えてくれた、ね、ことは感謝できるので、もそれは素晴らしいことですね。だよね、まあ本当に、まあ、いろんなさ、この関係あるじゃん、うん、親子の関係だから一概には言えないかもしれないけど、もうね、20代後半とか、それこそ30近くになってくると、うん、親に感謝できないっていうのは、なんかね、俺人として違うかなって。だって曲がりなりにもね、社会で
飯をね、仕事で飯が食える人間状態になってるじゃん、うん、結局それって、まあ、もちろんいろんな人のさ関わりがあったりだとか、うんうん、まあ、自分の頑張りがあったりとかするけれど、やっぱりねそこに行き着くまでには親の力っていうのが俺はでかいかなって正直思うので、そこはね感謝かなって。自立してる人ってさ、うん、例えば一人暮らしなんか分かりやすい例でさ、うん、親のありがたみを実感する瞬間がいろいろ訪れて、うん、あ、洗濯物やってねえなとか、うん、ご飯作らなきゃお腹空いた外行こうとかさ、うん、あ、家帰ったらできてたなって、うん、親のありがたみを感じる瞬間って結構俺の中で一人暮らしが一番分かりやすかったんだけど、最近どう？最近ある？おばちゃんのこの親のありがたみを知る瞬間。いや、でもやっぱりこう自営業になってから家も引っ越してってなった時にはやっぱ助けられた部分が多かったし、甘えてたこと、気づかないけどめっちゃ甘えてた、自分の中で気づけなかったけどみたいな、家の中で自立してる気持ちではいたけど、うんうん、またこれは違うんだなっていうのが思ったんだけど、ゆうきは結構今その実家まだね、いるんだけど、でもその中では全然こう気持ち的には自立してる感じはすごい感じてて、勇気が、うん、でそれをこうまあ親に感謝できて、自分社会出てから一人でちゃんとやっていけるような、うん、なんなきゃいけないなって、うん、それはやっぱ親がこう言ってたからなのか、自分でこう思ってきたのかな、うん、多分ね、親もね、もちろん俺が持って生まれた性格もあると思うんだけど、うん、親の影響がでかいかな。やっぱ親にはやっぱこう自立しなさいっていう風に言われてたんですか？結構言われて、その出てけとか直接的な言葉ではないんですけど、まあ、いずれはあんたはね、今もう仕事してるし、それこそもう自分の腕一つでもう飯を食える、まあ、一発の人間だと、うんうん、だからこそね、これからもね、もっといろんなところに羽ばたいていってほしいし、うん、でこれだけは約束してほしいって言われてた言葉があって、うん、親の生活を超えていけと、へー、親がしてくれた、その用意してくれた環境であったり、うん、その生活水準であったりを下げるなと、うん、だ親の生活水準を下げるのではなく、うん、超えていけっていうのは、うん、断るごとに今も言われてる。例えば経済面であったり、うん、その親から与えた教育であったり、うん、全てを取った以上のものを自分の、まあ、家庭なり子供に与えていけると、うん、そう、それがあんたの、うん、まあ、課せられた役目でもあるよっていう、まあ、確かにそうだよなって、うん、だってさ、親がこれだけ例えばね、その旅行連れてくれたとか、うん、美味しいもの食べさせてくれた、だけどそれを、まあ、自分のね、それこそ将来の家族になる人だったりだってあったり、うん、まあ、子供であったりにしてあげられないのは、それは私は悪いけど情けない、そういうあんたを見たくないし、うんうん、それは情けないから、別にあんたにね、これから先、まあ、この職業をずっと続けてほしいとは、その、まあ、いろんな状況あるだろうから、うん、それは絶対的に思ってないと思う、だけどどんな時でもやっぱりその、なんだろう、親の生活水準、うん、を下げないでほしい、親がその用意してくれた生活水準を下げないでほしい、うん、っていうのは断ることに言われる。やっぱでもそのためには、うん、今の仕事頑張るしかないし、うん、苦しい中でもね、うん、だからやっぱりその反対にその辛いことがあっても仕事辞めようとか、うん、逃げちゃおうっていうなんかマインドにはならないかな。親の影響が大きいのか、うん、なんかこう勇気にすごい聞きたいこと、うん、勇気は結構一貫して考え方がぶれないっていうのが今の勇気を作ってる、まあ、親の影響があるんだなっていうのが今すごく分かったんだけど、うん、まあ、俺と比較しての話になると、うん、大学卒業して俺就職した、うん、勇気は大学卒業して大学院に行った、うん、でこう教員になるまでにいろいろ何ていうの、紆余曲折があってさ、うん、まあ、険しい道を結構行くんだななんて俺思ったんだけど、うん、そういう時にどうしても俺は周りと比べて、あいつもう就職決まってるな、俺はやんなきゃやんなきゃとか、うん、っていうのを
まあ、どうしても比べた時に、うん、あいつがやってたり周りがやってるのに俺はもう追いついてないなとか思いながら追いつけ追い越せでやってく、きたんだけど、ゆうきは結構そこで、まあ、俺は俺だし大学院に行ってる間みんな働いてる期間、俺はまだ学生をやってるっていう身分だったりに、自分なんかだったら引け目を感じちゃったり、働いてる人が疲れたわって時に、ゆうきはいいよなまだ学生やっててみたいな言われたこともあるかわかんないけど、そういう時にこう周りに流されない自分でいるっていうのはどういう気持ちが一番強くて、そういうふうにもう軸をしっかりぶれずに立っていられるのかっていうのを、まあもし聞いてる人で、ああ俺もこう続く、なんか物事が続かないなって人がいるんだったら、なんかアドバイスかなんか自分の話でいいんで、体験談が一番いいんで、そう人と違うね身分の中で3年、まあ、勉強してって、ちゃんと結果として教職員になれて、今ちょっと実績を残していくっていうところにたどり着けてるからこそ聞きたいんだよ。そうだね、なんかやっぱり、俺も人間だからさ、どうしても人と比べたくなるし、ね、隣の芝生は青く見えるじゃないけど、ね、なんかね、いいなって社会人やっててね、そうやってる人がいる中でね、そうだから、それこそね、おばちゃんが働いてる最中、俺はそのね、まあ言葉ありかもしれないけど、このね、大学院っていう、そのあんまりその人が選ばない道を行ったわけで、で、やっぱ自分で決めたことだけれど、やっぱやっていく中で迷いはあるわけですよ、俺はこれでいいのか、そう、これでいいのかと、ね、周りは働いてるし、それこそもう自分の腕で稼ぎ上げてる中、俺はまだ未だにその、まあ、アルバイトとかしてたけど、それはまあね、その、まあ、正社員と比べてるのはおこがましいから、そんな中でこのやっぱ引け目も感じるわけです、だけどそんな時に、まあ、今も正直あのこの職業についてでも感じないことはない、おばちゃんがそれこそね、スーツを作ってるというですね、全く畑違いの仕事をしてるから、そういったおばちゃんの姿を見ていて、ああいいなとか、かっけえなって、思うし、でおばちゃんと自分とのこの仕事、まあ、畑が違うけれど、まあどうしても比べることはあるよね。だけどそういった時にあのやっぱ常々思うのは、自分が選んだ道だからこそ、一生懸命歩いていかなきゃなっていうのは思うし、やっぱどうしても、ね、それこそあの AKB のプロデューサーとかさ、乃木坂のプロデューサーやったら秋元康が何かの著作で言ってたんだけど、秋元康さんの言葉、そう秋元康、今ふと思ったんだけどね、人は自分が選ばない道ほど輝いて見える、でも自分が選んだ道は、自分にしかできない、それこそ選んだ道は一つなんだから、集中しようと、結構その言葉今しっくりくるかなと思って、だからやっぱりそういったなんかな、そのやっぱ自分が選んだとか自分が選択したっていう、そのある種確固たる意思を持ってるからこそ、そのブレーソンになる時もあるけど、そういった時ほどいやいや自分の、その背中だったりこそいかだったりあえて振り返って、今苦しいかもしれないけど、この苦しさは絶対続かないから、あるべくしかねえって、なるほどね、思うかな、わりかと。やっぱこうじゃあ自分が選んだっていう意思決定を自分でしたんだから、例えばその道を諦めることになるだったり、そうした時に、他の世界が綺麗に見えたからっていう以上に自分に負けたっていう気持ちになっちゃうか、そういうの強いよね。結構そう、あのね、ちょうど朝、ね、今日本当にお母ちゃんにこういう風にラジオ呼ばれるって何話そうかなとか考えて、朝この電車乗ったんだけど、最近割かとなんか自分 この自己理解が若干進んできた、自分とはこういう人間だろう、そう分かってきた瞬間がふとあって、例えば、何かその自分がしたいことができなかった時、まあ、なんだろうな、まあ、簡単な例を言うのであればゲームなんだけど、ゲームでイラッとするの俺、例えば
あの野球ゲームやった時に負けたとか、うんうんうん、でそういった時になんでイライラするのかな俺こんなにって考えた、うん、でもちろんその勝てなかったことへの苛立ちもあるんだけど、それで以上に俺でかいのがそのなんだろうな、自分に対する苛立ち、うん、そうそうそう、できなかった自分っていうのがすごい苛立つんだなって、まあゲームの例はちょっとあれかもしれないけど、うん、割かと俺そういうの結構多くて、そうだね、できない自分に苛立つっていう、うん、ああやっぱ俺できない自分に苛立つってことは負けん気強いんだなって、うん、うん、そうなんだよね、自分に負けてることが一番気づけないというか、人は何かのせいにしがちだけど、うん、実はそれって自分に負けててっていうことに気づけないっていうのと、う、うん、さっき勇気が、まあ、聞いてる人がこれをピックアップした言葉かとかわかんないけど、うん、辛いことはずっと続かないって言ってたじゃん、うんうん、いやそれやっぱその通りだと思って、なんか最近あった、いや、じゃなくて、まあ、いろいろものもあるんだけど、まあ、まあ、まあ、そうだよね、聞いてる人で、うん、まあなんかこう4月じゃん、うん、ちょうど前まで就職活動してて うまくいかなかった人いたりするし、うん、で仕事入ったけど不安、うん、むしろこう面接とかの段階で、うん、俺この会社合ってないんじゃないかなと思いつつ内定もらっちゃって、うん、今日入社式行ってて、うん、あーって思ってる子がいたとしたら、うん、そういうのはやっぱ続かないから今踏ん張り時だって思うのはやっぱ大事なんだなってのは勇気の今の発言で、うん、その、まあ、断言してくれたからすごいこう安心したのもあって、うん、そんな地獄は人間続かないし、うん、その先には明るいことが起きるっていうのを希望として持っといていいんだなっていうのを今聞いてすごい思ったのが、うん、やっぱね、流れの付けでそのおばちゃんも分かってると思うんだけど、うん、俺かなりポジティブシンキングな人間なので、うん、あの辛いことはずっと続かないし、うん、ね、でもやっぱりそういった中でも苦しいことはあるじゃん、うんうん、あの見えそうなこといっぱいあるし、うん、それこそ職もう本当仕事においてさ、うん、へこむことしかないでしょ、うん、楽しいことなんてほんあればいいなぐらいの、うん、だけど最近やっぱ思ってるのはこの年になってまあいろいろ注意されたり、うん、叱られたりするのはへこむけれど言ってくれる人ほどありがたいなって、うん、尊いなって思わなきゃダメだなって、確かに、うん、この言ってくれたうわ最悪みたいな、うん、もちろんこの1回マイナスになるけれど、いやいやそこで、うん、いや言ってくれる人ほど尊いんだよとか、うん、自分が成長できるって思われてるから言われてるんだよっていう、うん、そういうふうにこのプラスにとらえれば、うんうんうん、結構人生変わるかなって、うん、なかなかねそこまで思える人っていない、すごいなって思うし、うんうん、このって言うんだろうな、辛い時にさ、うん、やっぱ人のせいにする人もいるし、うん、環境のせいにする人もいるんだけど、うん、その中で勇気はこう、まあ、言ってくれてありがとう、うん、成長の機会を与えてくれたぐらい、うん、だから勇気にとって失敗っていうのは、うん、ある意味成功みたいな、そうだね、次に進むための扉の前に立ったっていうのがよくわかるタイミングなのかなって、辛いことがあった時って、うん、これ乗り越えで結局ちゃんと乗り越えていくし、うん、でその乗り越えずに横道に行くっていうのも勇気の中で成功だし、うん、ここは俺挑むべき壁じゃないんだなっていうのを認識したこともあったじゃん、うん、学業の中、うん、先生の中で聞いてたらさ、うん、あ俺ってやっぱ向いてるのってこっちじゃなくてこっちなのかもなっていう、うん、それって結局いろんな人がこうさ道をそれがちな時にもさ、うん、結局それって正解だったりもするしさ、そうだね、うん、そういうのってすごい勇気の話聞いて思ったな、うん、なんか回り道とか、うん、このね途中でこのあ違った方向に行ってしまったみたいな、うんうん、失敗した道ってそれ自分主観の、うんうん、まあその考えの中での思いだから、うん、その周りから見ればいや意外にそれ、うん、間違ってないよとか、うん、でやっぱいずれはねその今間違ったと思ってもこうねその自分いろんなことを経て、うん、ふと立ち止まった時にあなんか人生回り道とか、うん、いろんなね間違い道とかあったかもしれないけど全て無駄じゃなかったんだなって、うんうん、絶対思う気が29になりかけてる俺でも、うん、やっぱそういう風に思う時期はあったから、多分ね、
このラジオを聞いてるね、その年齢層、多分いろんな年齢層の方がいると思うんだけど、その人それぞれの中にそのいろんなストーリーがあるから、そういった多分その間違いじゃなかったなって感じた瞬間絶対あると思うんだよね。なんかだからこそそういった瞬間、があるのであれば、それを大切にして、いろんなその経験をなんか していった方がいいんじゃないかなって、俺もね、まだまだ全然学びの途中だけど、そういった意識を持ってそのいろんなことに向かっていけば楽しくなるんじゃないかなって思うね。非常にあの元気の出る話だよね、でやっぱ聞いてる限り間違った、でもその人間にこの人生において経験でやっぱこう後ろに進むってことはないんだなっていう、失敗はやっぱ成長だし、 そうだね、それもあのなんか足踏みしてるように感じるけど前に進んでるんだなっていうところで、もう一周ちょっと岡本さんとは喋りたいと思うので、今日はあの時間が来ちゃったので、今日の放送はこれで終わりなんですけれども、引き続きいろいろお話伺っていきたいなと思います。いや、ありがたいですね。ありがとうございます。それではまたあの今週はこれで終わります。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。